ゆっくりマリサと、ゆっくり霊夢だぜ。霊夢、中国の国宝の茶碗が、なぜか、日本にだけ現存していることを知っているか？どういうこと？何それ？茶碗の名前は、曜変天目茶碗といい、世界にたったの3点しかないんだ。3点？そんな貴重な茶碗がなんで日本にあるの？そこには、日本の文化や、面白い歴史が関係しているんだぜ。気になってきたわね。茶碗には謎がたくさん書かれていて、その茶碗の持つ不思議な文様の由来が、まだにわかっていないんだぜ。え、文様の由来もわからないの？一体どんな文様なのかしら？今回は、日本の国宝、曜変天目茶碗について、その秘密を説明していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ねえマリサ、曜変天目茶碗ってどんな茶碗なのかしら？曜変天目茶碗は、中国の南宋時代、2世紀後半から13世紀前半にかけて、浙江省の地域で作られた茶碗のことを指すんだ。南宋時代ってどんな時代だったの？南宋時代は、中国の歴史の中でも、茶文化が最も華やかな時代の一つとして知られているんだ。特に、皇帝や貴族たちの間で、茶会が盛んに行われていたんだぜ。なるほど。そんな茶文化が花開いた時代に作られた茶碗なのね。それで、曜変天目茶碗の特徴は何なの？最大の特徴は、その釉薬の色合いにあるんだ。黒上薬の上に、青みがかった瑠璃色の斑紋が浮かび上がるという。その神秘的な美しさは、他の茶碗には見られないと評価されているぜ。うわぁ、なんて幻想的な茶碗なのかしら。まるで夜空に輝く星のようね。そう、その美しさゆえに、曜変天目茶碗は中国の皇帝や貴族たちに愛されたんだ。しかし、南宋が滅亡した後、その制作技術は失われてしまったんだがな。え、じゃあ、もう曜変天目茶碗は作れないの？そうなんだ。今となっては、世界に現存する曜変天目茶碗は、わずか3点しか確認されていない。たったの3点？そんな貴重な茶碗が現存しているなんて信じられないわ。それで、その3点はどこにあるの？実は、その3点すべてが日本にあるんだぜ。え？中国の茶碗なのに、日本にしかないの？どうしてそんなことになったのかしら？それが、曜変天目茶碗が日本にもたらされたのは、鎌倉時代から室町時代にかけてのことであることと関係している。当時、禅宗の僧侶たちが中国との交流を深める中で、茶文化も日本に伝えられたんだぜ。なるほど。禅宗の僧侶たちが曜変天目茶碗を日本に持ち帰ったんだね。でも、どうして中国には残っていないの？中国では、南宋が滅亡した後に戦乱が続いたことで、多くの文化財が失われてしまったんだ。一方、日本では、茶人たちが曜変天目茶碗の価値を見出し、大切に保管してきたんだぜ。日本人の美意識の高さと、文化財を大切にする心があったからこそ、曜変天目茶碗が現代まで伝えられたのね。中国の歴史って、前に存在していた文化を徹底的に破壊するという、恐ろしい経過があることもわかったわ。そういうことだな。日本には、茶道具を尊重する文化があるからな。日本人の良さが、まさにそういうところにあるわけね。さっきも触れてくれていたけど、そもそも曜変天目茶碗は、どうやって日本に伝わったのか詳しく知りたいわ。曜変天目茶碗が日本に伝来したのは、鎌倉時代から室町時代にかけてのことなんだぜ。当時、日本では禅宗が盛んになり、多くの僧侶たちが中国に渡って修行をしていたんだ。つまり、中国の文化や技術を日本に持ち帰った禅宗の僧侶たちが、茶文化も日本に伝えたってことね。そうなんだ。特に、臨済宗の僧侶である永済禅師は、宋から茶の種子を持ち帰り、日本で初めて茶を栽培したと言われている。永済禅師が日本の茶文化の祖なのね。でも、曜変天目茶碗はどうやって日本に渡ったの？曜変天目茶碗は、禅宗の僧侶たちが中国から持ち帰った茶器の一つだったんだ。当時、中国では曜変天目茶碗が最高級の茶器とされていたから、僧侶たちは、特別な茶会で使うために持ち帰ったんだと思われるぜ。でも、鎌倉時代や室町時代には、曜変天目茶碗はまだ広く知られていなかったんだ。それはどうしてかしら？茶器の価値がまだ広まっていなかった、みたいな？当時の日本では、茶道はまだ発展途上だったからな。曜変天目茶碗の価値が広く認識されるようになったのは、安土桃山時代以降なんだ。安土桃山時代といえば、千利休が活躍した時代よね。そうなんだ。千利休は、曜変天目茶碗の美しさに魅了され、茶会で使うようになったんだ。これをきっかけに、曜変天目茶碗は、茶人たちの間で高く評価されるようになったんだぜ。千利休の影響力はすさまじいわね。でも、曜変天目茶碗が日本に伝わったのは、禅宗の僧侶たちのおかげなのね。そういうことだな。禅宗の僧侶たちが築いた、日中文化交流の歴史があったからこそ、
曜変天目茶碗は、日本に伝来することができたんだ。日中文化交流の歴史の中で、曜変天目茶碗は日本に運ばれてきたのね。なんだか、ロマンを感じるわ。重要なことは、日本の茶人たちが、曜変天目茶碗の価値を見出し、大切に守り伝えてきたからこそ、現代まで残ることができたんだぜ。日本の茶人たちの美意識の高さと、文化財を守る心があったからこそ、曜変天目茶碗は現代に伝えられたのね。そこがポイントだぜ。さらに重要なのは、曜変天目茶碗が、日本にのみ現存しているのは偶然ではなく、必然だったのかもしれないということなんだ。それってどういうこと？そもそも、どうして曜変天目茶碗は中国では失われてしまったのかしら？それは、中国の歴史の変遷と深く関係しているんだぜ。南宋が滅亡した後、元や明の時代を経て、戦乱や政変が続いたんだ。戦乱や政変が続くと、文化財も失われやすくなるものね。特に元の時代には、モンゴル人による支配が行われ、漢民族の文化が弾圧されたんだ。その中で、曜変天目茶碗のような貴重な文化財も失われていったと考えられている。それに、曜変天目茶碗が作られた南宋時代の釜場は、元の時代に廃絶してしまったんだ。え、南宋時代の釜場がなくなってしまったの？そうなんだぜ。南宋が滅亡した後、その釜場は再建されることがなかったんだ。だから、曜変天目茶碗の製作技術も失われてしまったんだぜ。製作技術が失われてしまったら、もう曜変天目茶碗は作れないわね。文化が途切れるというのは恐ろしい話だわ。でも、どうして日本には曜変天目茶碗が残っているの？日本では、茶人たちが曜変天目茶碗の価値を見出し、代々大切に受け継いできたんだぜ。日本の茶人たちは素晴らしいわね。彼ら、は曜変天目茶碗をどのように扱ってきたの？曜変天目茶碗は、茶会で使われる最高級の茶器として扱われてきたんだ。将軍や大名たちも、曜変天目茶碗を所有することを誇りとしていたんだぜ。将軍や大名たちまでもが曜変天目茶碗を欲しがっていたなんて、それだけ価値のある茶器だったのね。実際、曜変天目茶碗は、箱書きや茶会記などの文献にも記録されている。そういった記録が残されたことで、曜変天目茶碗の存在が広く知られるようになったんだ。文献に記録されたことで、その存在が後世に伝えられたのね。そういうことだな。でも、日本で曜変天目茶碗が大切に守り伝えられてきたのは、茶人たちの美意識の高さがあったからこそだという人もいる。日本人の美意識と文化財を守る心は、世界に誇れるものだと思うわ。じゃあさ、皆が魅了された曜変天目茶碗の魅力ってどういうところなの？なんといっても、その美しい瑠璃色の斑紋だろうな。まるで星空を見ているようなんだ。星空のような斑紋、なんて幻想的なのかしら。その青みがかった瑠璃色の斑紋は、黒い釉薬の上に浮かび上がっているんだ。光の加減で、まるで生きているかのように輝きを変えるんだぜ。え、光の加減で輝きが変わるの？まるで魔法みたいね。しかも、その斑紋はどの曜変天目茶碗でも全く同じ模様はないんだ。え、全部違う模様なの？でも、どうしてそんなことが可能なのかしら？それが、曜変天目茶碗の最大の謎なんだぜ。800年以上経った今でも、その斑紋がどのように形成されるのか解明されていないんだ。800年もの間、謎のままなんて。でも、そういう神秘的な部分も曜変天目茶碗の魅力の一つなのかもしれないわね。そういった謎めいた美しさこそが、曜変天目茶碗の最大の魅力なんだ。でも、どうしてそんなに美しい斑紋ができるのかしら？偶然にしてはできすぎているわよね。いろいろな説があるんだけど、有力なのは、湯滴天目説なんだ。湯滴天目？それはどういう意味なの？曜変天目茶碗の釉薬に、あえて油を垂らすことで、斑紋を作り出しているんじゃないかっていう説なんだぜ。へえ、わざと油を垂らすことで、あの美しい斑紋ができるんだ。でも、どうしてそんなことを思いついたのかしら？それがわかってないんだ。当時の職人たちがどんな発想でそれを思いついたのか、本当に謎なんだ。職人たちの発想力と技術力には脱帽だわ。きっと相当な試行錯誤の末に生み出された技法なんだろうね。でも、その試行錯誤の過程すら、何一つ記録に残っていないんだ。本当に不思議だぜ。記録に残っていないということは、職人たちは、技法を秘伝にしていたのかもしれないわね。それか、技法を再現できなかったのかもだ。曜変天目茶碗の斑紋は、釜の中の微妙な温度変化や、釉薬の成分のわずかな違いでも大きく左右されるから、再現が難しいらしい。つまり、偶然の産物だってことね。だからこそ、一つ一つの曜変天目茶碗が唯一無二の存在になるのかもしれないわ。そういうことだな。職人たちの卓越した技術と、自然のなせる偶然の妙、その二つが組み合わさって生まれた美こそが、
曜変天目茶碗の美しさの秘密なんだろうな。そうした不思議な美しさがあったから、曜変天目茶碗は茶人たちに高く評価されたのね。そうだぜ。曜変天目茶碗の美しさが、茶道の理念にぴったりだったからなんだ。茶道の理念？そう。茶道では、侘び、錆びという美意識が重視されるのを知っているか？侘び、錆びって何？つまり、簡素でありながら深い味わいがあること。不完全さや不均一さの中に美を見出す、っていう感覚なんだ。なるほど。でも、曜変天目茶碗のどこがそれに当てはまるの？曜変天目茶碗の斑紋は、一つ一つ異なる模様をしているだろ？まさにそれが不均一さの美なんだぜ。確かに、斑紋は茶碗ごとに違う模様だものね。そう。そして、その斑紋は職人の糸を超えた何かによって生み出される。まさに自然の妙なんだ。人の手によらない美しさ。確かに、茶道の理念に通じるものがあるわ。茶人たちは、曜変天目茶碗に自然の美しさを感じ取ったんだ。そして、それを茶会で使うことで、その美しさを引き立てようとしたんだぜ。素晴らしい完成だと思うわ。お茶と陶器が奇跡のコラボを生み出したのね。その通りだな。室町時代に入ると、茶会では曜変天目茶碗を最上位の茶器として扱うようになったんだ。最上位の茶器として扱われるようになったのは、茶人たちが曜変天目茶碗の価値を認めたからなんだぜ。そう入っても、ここまで高評価を得るには何かきっかけがあったんでしょ？今でいうインフルエンサー的な人が取り上げた、みたいな。そういうことだな。特に、千利休が曜変天目茶碗を愛したことが、大きな影響を与えたと言われているぜ。千利休が曜変天目茶碗を愛した理由は何だったの？曜変天目茶碗の持つ、不完全さに惹かれたと言われているんだ。不完全さ？そう。曜変天目茶碗は、完璧な形をしているわけじゃない。歪みがあったり、釉薬が均一でなかったりする。でも、千利休はそこに美を見出したんだ。つまり、不完全さの中に、侘び、錆びの美を感じ取ったわけね。曜変天目茶碗の美しさは、単なる技巧の美しさではないんだわ。曜変天目茶碗は、深い精神性を感じさせる茶器なのね。話を聞けば聞くほど、あの文様を再現したくなったわ。まあその気持ちもわかるが、これを形成する理由が、800年もの間解明されていないぜ。それはどうしてなの？曜変天目茶碗が生まれた南宋時代の製法が、とても複雑で難しかったからなんだぜ。まず、曜変天目茶碗の釉薬は、非常に特殊な成分で作られているんだ。その配合割合や焼成温度など、細かい条件が全て揃わないと、あの斑紋は出ないんだぜ。へぇ、釉薬の配合や焼成温度まで影響するんだ。でも、昔の人はそれを全部コントロールできたの？それが、当時の職人たちは経験と勘だけで条件を調整していたらしいんだ。だから、レシピが文献として残っていないんだぜ。まるで超能力者みたいな技があったってこと？すごいわね。何せレシピが残っていないから、現代の陶芸家たちも再現が難しいんだ。条件を少しでも間違えると、全く違う釉薬になっちゃうそうだ。経験と勘だけであれだけの技術を再現できていたなんて、当時の職人たちはすごいわね。でも、ちょっとはヒントくらい残してもらってもよかったのに。ただ、先ほども紹介したように、窯元が失われてしまったから、技術の継承はできないんだ。おそらく最後の職人が亡くなった時に、曜変天目茶碗の製法も、永遠に失われてしまったから、どうしようもない。なるほど。戦乱という時代の流れが、曜変天目茶碗の謎を深めたのね。でも、それだけじゃないんだ。当時の中国では、陶磁器の製法は厳重に守られる秘伝だったらしいんだぜ。やっぱり秘伝だったのね。漫画の世界に出てきそうな話だわ。特に曜変天目茶碗のような高級品は、皇帝や貴族への献上品だった。だから、その製法は、一子相伝の秘伝中の秘伝だったんだぜ。なるほど。だから、レシピが文献に残らなかったのね。職人たちは、製法を外部に漏らさないように、徹底的に秘密にしていたんだ。でも、それじゃ技術の継承も難しそうよね。弟子に教えることもできなかったんじゃない？確かに、秘伝主義が仇となって、技術が失われるリスクを高めてしまったんだ。曜変天目茶碗の謎は、戦乱という時代背景と、当時の秘伝主義が複雑に絡み合って生まれたのが悲劇と言えるぜ。800年経った今でも、その謎は解明されていないなんて、ロマンがあるわ。そんな曜変天目茶碗の文様だが、形成された理由について、仮説があるんだ。一つは自然発生説、もう一つは、人為的手法説だぜ。自然発生説と人為的手法説？どういう意味なのかしら？自然発生説っていうのは、あの文様が窯の中での自然現象によって、偶然生まれたっていう考え方なんだ。偶然っていうと？つまり、窯の中の炎の流れや温度の変化によって、釉薬に亀裂が入ったり、
鉄分が溶け出したりして、自然とあの文様ができたっていう説なんだぜ。へえ、だとしたら職人さんたちは、偶然できた文様を再現しようとしていたってことね。そうなんだ。何度も試行錯誤して、条件を少しずつ変えながら釜に入れて、偶然の再現を目指したっていう説もあるんだぜ。なるほど。偶然の産物だからこそ、再現が難しいっていうのも納得できるわ。うん。でも、中には自然発生説に疑問を持つ人もいるんだ。疑問？どんな疑問なの？曜変天目茶碗の斑紋って、よく見ると複雑な模様をしているだろ？あれが本当に偶然でできるのかっていう疑問があるんだぜ。確かに、あの複雑な文様が偶然できるなんて、信じがたいわよね。そう思う人たちが唱えているのが、人為的思考説なんだ。つまり、偶然じゃなくて、職人たちが意図的に作り出したものだっていう説？でも、どうやって作り出したっていうの？例えば、釉薬に金属の粉を混ぜ込んで、焼成中に溶け出させることで、文様を作ったとか、焼き物の上に油を垂らして、その上から釉薬をかけることで模様を作ったとか、いろんな説があるんだ。いろいろと工夫を凝らしていたかも、なんてことね。でも、そんな手法があったとしたら、なんで文献に残らなかったのかしら？それが、職人たちは製法を極秘にしていたからなんだぜ。さっき紹介してくれた、弟子にも教えず、一子相伝で守り継がれていたことね。でも、秘密にしすぎて、結局は失われてしまったのは、皮肉としか言いようがないわ。だから、今となっては真相は闇の中だ。どちらの説が正しいのかは、もう確かめようがないんだぜ。わからないからこそ、ロマンがあるとも言えるよね。現代の陶芸家たちには、曜変天目茶碗の再現に挑戦してほしいものだけど、実際、曜変天目茶碗の神秘的な美しさに魅了された陶芸家たちは、古くから再現に挑んできたんだ。800年も前に失われた技法を再現するなんて、簡単じゃなくて、再現への道のりは、試行錯誤の連続だったんだ。具体的にはどんな挑戦をしてきたの？例えば、中国の陶磁器に詳しい、多賀井秀夫さんという陶芸家は、曜変天目茶碗の釉薬に使われていた原料を研究し、独自の配合を生み出したんだ。原料の研究から始めたんだ。科学的なアプローチも必要なのね。でも、原料を再現できたからといって、すぐに曜変天目茶碗ができるわけじゃないんだそうだ。一体どうしてかしら？ちゃんとした根拠があるのよね？焼成の条件が重要なんだ。テンプリチャー、温度と、タイミング、そして、アットメートルオスフィアー、雰囲気の、三つのとを絶妙にコントロールしなきゃいけないんだぜ。三つのと？具体的にはどういうことなの？温度は1300度前後の高温が必要で、タイミングは酸化炎と還元炎を、交互に当てることが大切なんだ。酸化炎と還元炎？炎にも種類があるのね。酸化炎っていうのは、酸素が豊富な炎のことだ。還元炎っていうのは、酸素が少ない炎のことなんだぜ。なるほど。でも、そのコントロールが難しいんだね。それに、釜の中の雰囲気も重要なんだぜ。釜の形や大きさ、さらには湿度や気圧までも関係してくるんだ。気圧まで関係してくるなんて、とても繊細なお仕事なのね。それに、釜によって特性が違うから、一概に条件を決めることもできないんだ。だから、一つ一つの釜で条件を変えながら、何度も焼き直さないといけないのね。そうなんだぜ。多賀井さんも、何千回も失敗を繰り返しながら、少しずつ、曜変天目茶碗に近づいていったらしい。何千回も、すごい情熱だわ。でも多賀井さんは、ついに曜変天目茶碗を再現することに成功したんだぜ。え、本当に？すごいわ。ただし、完全な再現とは言えないらしいんだ。多賀井さん自身も8割方見せることができたって謙遜しているんだぜ。でも、8割方も再現できたなんて、本当にすごいと思うわ。800年前の陶工の技に、これだけ迫れたんだから。確かに、多賀井さんの再現作品は、現代の曜変天目として高く評価されている。曜変天目茶碗が現代に蘇る日を、みんなが楽しみに待っているんだ。じゃあ、曜変天目茶碗の再現のポイントは、製造過程にあるってこと？それもだが、釉薬の配合や焼成条件の特殊性が課題になっているぜ。曜変天目茶碗の釉薬は、その組成自体が非常に複雑なんだ。どういう成分が使われているか、その組み合わせはどうなのか？ってことね。具体的にはどんな原料が使われているの？主な原料は、浄石、石灰石、鉄分を多く含む粘土などなんだけど、その配合割合が非常に難しいんだ。配合割合が難しいのね。ちょっとした違いでも、出来上がりに大きく影響しそうね。その通りだぜ。原料の産地や品質によっても、微妙に違ってくるんだ。おまけに、原料の品質管理も大変だぜ。聞けば聞くほど、大変さが分かってきたわ。
釉薬の配合だけじゃなくて、釜も、曜変天目茶碗の再現には欠かせないんだ。曜変天目茶碗を作るための釜は、いろいろなバランスを保つために特殊な構造をしていたらしいんだ。釜の構造まで特殊なのね。現代の釜でも再現は難しそう。だから現代の陶芸家たちは、古代の釜を研究しながら、現代の技術で再現しようと試行錯誤しているんだ。古代の技術と現代の技術の融合が必要なのね。でもな、釜の構造を再現できたとしても、まだ課題は残っているんだ。焼成のタイミングも重要なんだぜ。釉薬が溶ける温度と、斑紋ができる温度のコントロールが難しいらしい。ほんの数十度の差で、斑紋ができなかったり、釉薬が流れすぎたりするんだ。職人さんの勘も必要になりそうね。温度計でタイミングを測ることはできないの？温度計があっても、釜の中の温度を均一に保つのは至難の技なんだ。こればかりは、やはり職人の勘が頼りになるぜ。そこまで難しい条件が揃わないと、曜変天目茶碗はできないのね。曜変天目茶碗は、原料の配合から焼成までの全てが特殊だからこそ、再現が難しいことがわかるわ。800年前の陶工たちは、そんな難しい条件を、経験と勘だけでコントロールしていた。彼らの技術の高さには、本当に頭が下がるよな。じゃあ、曜変天目茶碗の再現に挑戦した陶芸家って他にはいないの？何人かいるんだけど、特に有名なのが、長江宗吉氏の取り組みだぜ。長江氏は、戦後間もなく中国に渡った日本人陶芸家なんだ。現地で曜変天目茶碗の再現に情熱を注いだ人物として知られているぜ。戦後間もなくって、かなり早い時期から挑戦していたのね。そうなんだ。長江氏は、1948年に中国に渡って、福建省の釜や景徳鎮などを訪ねた。当時の中国は、戦後の混乱期だったんでしょう？現地調査は大変だったんじゃないかしら。その通りだぜ。当時の中国はまだ内戦状態で、移動も容易ではなかったらしいんだ。でも、長江氏は曜変天目茶碗再現への情熱を胸に、各地の釜を訪ね歩いたんだ。すごい行動力ね。でも、なぜそこまでして現地調査をしたのかしら？長江氏は、曜変天目茶碗を再現するためには、原料となる土や釉薬の調査が不可欠だと考えたからだぜ。なるほど。実際に現地の土を手に取って、研究する必要があったってことね。そういうことだな。長江氏は福建省や浙江省で、曜変天目茶碗に適した土を探し求めた。でも、800年前に使われていた土を見つけるなんて、至難の業じゃない？確かに簡単ではないけど、長江氏は手がかりを見つけたぜ。南宋時代の釜跡から、当時の土が採取できたって言われている。まさか、800年前の土が手に入るなんて考古学的な発見ね。そうなんだ。その土を分析したことで、曜変天目茶碗の原料の特徴が明らかになった。そして、土だけじゃなくて釉薬の研究もしたんだぜ。やるからには徹底的に、ってことね。すごい情熱だわ。長江氏は釉薬についても、現地の職人たちから話を聞いて回ったんだ。職人たちとの交流も大切だったのね。800年前の技法を、現代に伝える手がかりを探していたんだね。そんな長江氏は、釉薬の原料となる鉱物なども収集して、持ち帰ったんだ。じゃあ、長江氏の曜変天目茶碗を再現する実験は順調だったの？いや、実は長江氏も再現への道のりは平坦ではなかったんだ。幾度となく失敗を繰り返したらしい。でも長江氏は失敗を重ねる中で、偶然の発見から手がかりを得ていったんだ。偶然の発見？具体的にはどんなこと？例えば、ある時の実験で、釉薬の材料の配合を誤ったことがあったんだけど、それが、思わぬ発見につながったらしいんだ。配合を間違えたのが逆に良かったってこと？そうなんだ。その時の釉薬は、通常とは違う色合いと艶を持っていたんだけど、それが、曜変天目茶碗の釉薬に近いものだったんぜ。まさか失敗作の中に、手がかりが隠れていたなんて、失敗は成功の種というのは本当なのね。偶然の産物だけど、長江氏はそこから釉薬の配合のヒントを得たらしいんだ。失敗を無駄にしないって、大切な心構えよね。でも、長江氏の発見はそれだけじゃないんだ。長江氏は、釜の炊き方にも、独自の工夫を重ねていたらしくて、ある時、燃料の種類を変えたことで面白い結果が出たんだぜ。燃料の種類を変えただけで、結果が変わるものなのね。不思議だわ。長江氏は、通常は木材を燃料にしていたんだけど、ある時、たまたま竹を混ぜて炊いてみたんだ。竹を燃料に使うなんて、斬新ね。そしたら、なんと、釜の中の炎の色が変わったんだって。その炎で焼かれた茶碗の釉薬に、不思議な斑紋が浮かび上がったんだ。まさか、竹を燃料にするだけで、斑紋ができるなんて。長江氏も驚いたらしいぜ。でも、その偶然の発見が、曜変天目茶碗の斑紋の再現につながる、
大きなヒントになったんだ。やっぱり、偶然の中に重要な手がかりが隠れていたのね。長江氏は、そうやって失敗と偶然の発見を繰り返しながら、曜変天目茶碗の再現に近づいていったんだ。紆余曲折の道のりだったんだろうけど、諦めなかったからこそ、成果につながったのよね。じゃあ、最近の状況はどうなのかしら？曜変天目茶碗の再現に近づいている陶芸家さんはいるの？近年も、曜変天目茶碗の再現に挑戦する陶芸家が増えてきているんだ。特に注目されているのが、人間国宝の井上万二氏の作品なんだぜ。井上万二氏？どんな方なの？日本を代表する陶芸家の一人で、長年にわたって、曜変天目茶碗の研究に取り組んできた人物なんだぜ。そんな素晴らしい方が曜変天目茶碗の再現に挑戦しているなんて、期待大ね。実際、井上氏の再現作品は、これまでで最も曜変天目茶碗に近いと言われている。まず、釉薬の色合いが非常に近いんだ。あの幻想的な斑紋も、かなり再現されているらしい。うわぁ、実物を見てみたいわ。井上氏の作品は、美術館などで展示されることもあるから、機会があったら見てみるといいかもだな。ぜひ見に行きたいわ。でも、完全再現とは言えないのよね。そうなんだ。井上氏自身も、まだ完全再現とは言えないと謙遜している。やっぱり、曜変天目茶碗の神秘は、簡単には解明できないのね。でも、井上氏の作品は、曜変天目茶碗再現への大きな一歩だと言われているぜ。今後の展開にも期待できるんだ。今後って言うと、何かあったの？実は最近、曜変天目茶碗の研究に新しい動きがある。それが、科学的なアプローチなんだぜ。まさに現代らしいやり方ね。具体的にどういう方法が考えられているの？最新の分析技術を使って、曜変天目茶碗の釉薬や斑紋の成分を、解明しようという試みが始まっているんだ。化学分析や電子顕微鏡などを使えば、釉薬の成分や斑紋の構造が、明らかになるかもしれないんだぜ。そうなれば、再現への道も開けてくるのかもね。今回はここまでだ。中国の国宝が日本にだけ現存する理由の解説だが、霊夢、どうだった？曜変天目茶碗ってなんて神秘的な茶碗なのかしら。鎌倉時代に中国から伝わったとされる曜変天目茶碗は、今なお、多くの謎に包まれているなんて面白いわね。確かに、800年以上も前に作られたものなのに、未だに研究者を魅了し続けているからな。あの幻想的な瑠璃色の斑紋模様を、今の技術をもってしても、どうやってあの模様ができたのか、解明されていないなんて、ロマンがあるぜ。それに、日本人の美意識の高さと、芸術品を大切にする心があったからこそ、現存しているのも素晴らしいと思ったわ。確かに、茶の湯で曜変天目茶碗を宝として扱い、守り伝えてきたのは、日本人ならではの感性かもだぜ。民族の心が、曜変天目茶碗を現代に伝えたと言えるんだ。わずか3点しか現存しない曜変天目茶碗は、まさに日本の誇るべき文化遺産なのね。これからも、この貴重な文化を伝えていきたいわ。そうだよな。それじゃあ、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。